やる。ドン。どうだ、すげえだろ。くっ、宣戦布告だぜ。シビレンズレッドホットチリペッパー。やってやるぜ、ボス太郎がぶっ飛ばす。もらった、もっとでっかくしてやるぜ。悪いけどジョリン、糸の対策はバッチリなんだよ。スワラやって、自分のことだ。直接自分で言って自分の目と耳で知りたい。視力を奪える。グループ E はまあこんな問題児よく集めたな。ジョセフなんてまあ無職の不良ですよ、これ。そうですね。窃盗常習犯。そうですね。そしてアキラ、ここはもうギャングの一員ですからね。で受刑者。そうですね。記憶喪失で意味の分かんない人もね。こんな問題児リーグありますか。というかこのジョースケ、はい、ソフトウェットの能力っていうのも僕らもまだ完全に把握してるわけじゃないじゃないですか、はい、今現状判明している能力の限りを、はい、入れさせていただいてます。摩擦奪ったりだって。そうです。あら、そんなことも。もちろんです。摩擦奪ったり視力奪ったり、これは面白い戦いできそうですね、はい、あと今回注目はやっぱ音石明ですね。注目が音石明。レッドホットチリペッパー、はい、電気の力でやっぱ活躍しますんで、うん、あの電気を少しずつ貯めながら強くなっていくんですよ。それちょっとチャージしていくみたいな。そうです。電気が満タンになった時のレッドホットチリペッパーは本当にエグいです。強いです、はい、そいつ。まあでも放電すればね、二酸化炭素も出ますから。ナランチャ、そうほっとかないですよね。ナランチャは、はい、あのエアロスミスが、うん、結構その上空から攻撃したりとか、はい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 、本体とそのスタンドが結構離れるんですね、うん、なるほど。なのでナランチャはうまいことまず自分の身を守りつつも、うん、エアロスミスでどう相手をこう爆撃するかっていうところが肝になってきますね、うん、まあ、この中で一番戦闘向きのスタンドなんですもんね。まあ、けど一番大きなのはジョースケですね今回。まあ、何よりやっぱソフトアンドウェット、はい、これどんなような仕上がりになってるのか、はい、僕も楽しみです。はい、はいはいはい、それでは CM の後いよいよグループ E の開幕です。次はこれだ。このオールスターバトルだ。お前との対策を希望したい。俺の魂をかけよう。グッド。俺が裁く。本を込めて先生グレート。一着はまだマイナス3だ。ソフト&ウェット。ジョジョの奇妙な冒険オールスターバトル、シアーハートアタック。弱点はない。予約受付開始。ジョジョの奇妙な冒険オールスターバトルリーグ、では早速注目のグループ E の試合を見てみましょう。 VTR ドーン。これは今までのお礼だ。まとめて返すぜ。ドキュー
もっとでっかくしてやる。戻れ。なーにー、行け。それクラッカーメラ戻る。ガッサネーズ、ガッサネーズ、ガッサネーズ、行け。戻る。撃てれんな。予告しよう。シールドのやつ、シェビレンズキラー、あくびが出るぜ。シェビレンズ、この小指だけしか。